まず、まあ、ちょっと、ツイッターでですね、書きましたけど、私、新年早々、訴えられましてね、誰が訴えたかと言いますと、愛知トリエンナーレの、偉大なる大芸術監督様ですよ。はい。お髪が眩しい方ですね、津田大輔大芸術監督様からですね、私のところに東京地裁から特別送達が来まして、これまあ、あまり詳細はですね、あれなんですけども、確かこう被告が8人なんですよね。で、皆さんちょっとまだ反応してらっしゃらないので、私がペラペラあんまり言うのもどうかなと思ってますので、まあ、ちょっと皆さんの状況を見つつ、私の方からコメントできる範囲でコメントさせていただきますけども、とにかく原告は、大芸術監督様ですよ。で、被告は8人。で、8人のうちの1つが私ということになっております。はい。まあ、まあ、私の部分だけをですね、まあ、ある番組が、番組ごと訴えられたということなんですけども、8人ということでございます。まあ、まあ、私、これ、訴状を読んでずっこけたんですよ。まあ、他の人のとこは、まあ、一旦置いておいて、私の発言が、まあ、2つピックアップされてまして、これが名誉毀損だったわけですね。まあ、詳細はね、まあ、あれですけども、まあ、1つがですね、あれですよ、バカチン、津田のバカチンがと私が言ったのが、名誉毀損だったわけですね。バカチンって言われてすごいショック受けたんですかね。クソーと、俺の名誉がこれで毀損されたと思ったんでしょう。まあ思うのは自由ですからね。津田のバカチンがと言った、それで名誉毀損ということでございます。もう弁護士雇う必要すらないかなと。私、誰も知らないと思いますけども、結構名誉毀損訴訟慣れてますからね。まあ、どうですかね。はい。まあ、はい。で、まあ、30万円払えってわけですよね。バカチン。なんで私がバカチンという言葉を選んでるのか、その趣旨を分かってないんですかね。ちなみにバカチンというのは博多弁でございます。はい、金八先生ですから。金八先生ね、このバカチンがあってね、いいでしょ。なるほど。ま、だから関西人がお前アホやねんっていうのと、まあ、同じノリなんですよ。ほら、ほらバカっていう言葉結構強いじゃないですか。だから私ね、人を何とか言うときに、まあ、そういう強い表現はしないんですね。まあ、もう笑いに変えるような形でしか批判しないんですよ。その一つが、まあ、踏みつけの刑とか言うときは、バカタレがって言いますよね。バカとバカタレって、これちょっと違うんですよ。もうこれ、笑いに転換してるんですよ。バカタレっていうのは。なんていうの、もう例えばバカの連呼とか、これはですね、やっぱ言葉強いんですよね。なので、まあ笑いに、まあ、アンポンタンとかね、バカタレとかバカチンとかですね、まあ、そういうもうそれ自体をもう笑いに変えちゃってるんですよね。はい。なぜ私がわざわざその言葉を選んでいるのかということですけれども、まあはい、まあ、裁判。そう、まあ、ツイッターでもね、アップしたんですけど、私、この前、初詣で、おみくじ引いたですよ。はい、おみくじね。はい、ここにですね、争い事っていう項目がありまして、争い事、勝ちますが、後で恨みを受けるかもしれません。争い事は勝つんですよ。ただ、後で恨みを受けるかもしれないっていうね。いや、もう恨まれてるかもしれませんけどね。ですから、まあ、山崎正弘さんの裁判、これは私は原告ですけど、あ、ごめんなさい。そっちの方は私は原告ですけども、もう結審しましたので、今、裁判官が、確か3人かな、一生懸命判決文を書いてるところだと思いますけどもね、いつだったかな、2月だったかな、もうちょっと経つと、
判決が下ります。はい。まあこれはもう裁判で、まあちょっと、大芸術監督は別ですけども、まあそれは裁判はですね、まあ中にはね、まあ変な裁判官もいますからね。まあ裁判というのはもう最後判決が出るまでわからない世界ですけども、まあ山崎雅弘さんとの裁判は、まあこちらはですね、かなりちゃんと主張はしました。はい。まあそれに対しても今回のまあ大芸術監督様はですね、まあちょっと、そうですね。まあ何人か他にね、被告がいますので、その発言内容に関してはどういう根拠があって言ってるかっていうことは結構裁判で、ね、掘り下げないといけないんですけども、まあ、基本的に名誉毀損訴訟というのはすごくシンプルなんですね。まあ、その人の、社会的地位が落ちるか落ちないかということなんですね。でただ社会的地位を落とすようなことを言えばこれは名誉毀損になるんですけども、ただ違法性がこう阻害される理由がいくつかあるんです。例えばそれが真実であったとかね、いや本当のことを言ったんだったら、これは本当でしょということでですね、違法ではなくなるとかですね、あとまあその、まあ、事実の適時か論評かっていう議論があるんですけども、事実の適時というのは証拠を持って判断できるものなんですが、論評というのは事実をもとに自分の思い思ったこととかを論評する。で論評になると結構違法性、違法性が阻却される範囲が広くなるんですよね。ですからまず名誉毀損訴訟の場合は、その発言というのが、まあ、その人の社会的地位を落とすか落とさないか、それから事実の適時なのか論評なのか、ここが争われます。で、事実の適時となったら真実なのかどうか、真実であれば、違法性が阻却されますし、あとは真実でなかったとしても真実だと思うのに相当な理由があればですね、これは違法性が阻却されるんですね。はい、ということですね。まあ、あとはその論評となった場合はその前提となる事実と論評との間に関連性があるかどうかとか、まあだからまあ結構まあいや、まあこれ言論の自由と言論によって傷ついた人を守るというそこのバランスですから、非常に難しくて、判例もですね、ほら言論の中身が違うので判例も難しいんですよね。この判例があるからほらっていうふうにもなかなかいかない。もう裁判ごとにですね、色がありますからね。というわけで、まあ大芸術監督様からですね訴えを起こされましたので、はい、いやー別にいいけどさ、バカチンって言われて名誉毀損だって言ったらもう関西なんてお前アホかとか言われるたびに訴訟、そんなそうですかね。まあまあまあ、っていうかね、番組見てたっていうことが分かったということで、なんならもうもう番組内でもう今月の芸術監督様とかいうコーナー作っちゃおうかしら、もうはあ、もうね、やっぱ裁判所から特別送達とか来るとマジでってやっぱ思うじゃないですか。最初は誰が訴えたんだろうって言ってね、で見てみたら大芸術監督様はあみたいなで中身見たらバカチンみたいなもうほんとずっこけたよな。はい、というわけで、はい、まあちょっと被告が私だけだったらね、何でもかんでも言えるんですけどまあ被告が あとそれから常念司さんは、これとは別にね、単独で訴えられたということで、まあ、動画も見ましたけどもね、資金もクラウドファンディングで集めたということですけども、まあ、とにかく、あっちこっちあっちこっち訴えて回るみたいですからね、まあこれ意味あんのかな。だってどう考えたってバカチンで名誉毀損なんかなんないっしょどう考えても、これただあれ、まあバカで名誉毀損が認定された事例はあるんですよ。
まあ、ただ私津田大輔さんとは面識もありますし、何度も番組でご一緒してますからね、全然知らない相手ではないわけなんですよね、でも一応バカで、名誉毀損が認定された例はごく稀なケースとしてありますけれども、基本はないですよ。バカだアホだぐらいで名誉毀損だったらですね、だからこれ理由が必要なんですね。こういうことをやってこうやったからこの人の判断とかこの人の行動はおかしいんじゃないかと、この人何バカなことやってんだとかね、まあ、そういう理由があっておかしいとかバカチンだとかそういう、ほら、理由を言ってるわけですからね。何もなくにいきなりね、バカだアホだとか言って、罵詈雑言だけ浴びせる。まあ、これはまあ、名誉毀損なのか、まあ、侮辱なのかって話もありますけども、結局、政治論評ですからね。愛知トリエンナーレで、まあ、多くの国民が精神的に傷つけられたっていう、まあ、それを論評して、で、まあ、結局、まあ、知事の話をしてたわけですよ。まあ、芸術監督の話じゃなくて知事の話ね、テドロス大村の話をしてたわけですね、で、まあ、あの人はねもう、まあ、津田のバカ人に騙されたんだと、まあ、なんなら津田に騙されたって言っちゃえば済んだ話を、一瞬津田芸術大監督を守ろうとしたわけですよね、何の義理があるんですかって話で、それで結局なんか2人も仲違いしたらしいですけどもね、だから間違えたら間違えたからごめんなさいって言えない大村知事って本当クソだよねって話をしてたんです。その、まあ、妻みたいな感じで芸術監督の話がちょろっと出て、その時に、まあ、津田のバカ人を、ね、信用したと、そこをかばったからと、いうふうなことを、まあ、言っただけなんですけども、まあ、それで名誉毀損だったわけですよね。すごい訴状を見たら笑っちゃいましたよ。バカ人だという事実を摘示したバカチンだという事実を摘示したってどんどん事実摘示した事実、まあ当然まあ私、まあ、これまあ当然ねバカチンである理由をもちろん述べるわけですよ。そもそもバカチンという言葉は名誉毀損じゃないというのは当然言いますけども、じゃあなぜ芸術監督がバカチンなのかという説明をルル私がですね裁判所で述べることになるわけですよ。はい。でまあそれは政治論評だという話で、名誉毀損とは全然違うので、違法性を持つことにはならないと、まあそういうね、ことなんで、はい、もうだから私が無罪だったら裁判所がバカチンであるということを認めたってことになりますからね。いや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 、まさかね。まあちょっと正月早々相当笑かしてくれましたけども、はい。というわけで、まあ今後ね、ちょっとね、そうですね、まあ常念さん、まあ、に関しては、まあ動画をね、常念さん出してらっしゃいますから、ちょっと私はね、まあこの大芸術監督からね、名誉毀損だと言われたね、言論人にはちょっと私、まあ、それなりに名誉毀損訴訟経験がありますので、まあ、ちょっとねサポートしていければと思っております。何、私バカチン言い過ぎ、あ、そう余計傷が深まってる、もしかしてそう、はい。